フリーのピン芸人、ミルクプリンのご注文はプリンですか、よいしょ。はい、ということでね、本日もちょっと元気に放送していきたいんですけれども、はい、後ろわかる、これ何か。そうだよね、そろそろね、もう悪夢だわ、悪夢なのよ俺にとっては。やっぱね、もう結構ね、去年とかな、あの命の危機だから。そうそうそう、うん、あのわしちゃんも来てるけど、わしちゃんもチョコくれるのかな、わかんないけど。はい、ということでね、本日も元気にお送りしていきましょう。じゃあいつも通りね、僕がご注文はって聞いたら、あのプリンプリンプリンっていっぱいコメントくれると嬉しいです。はい、まあ今日はね、チョコチョコチョコでもいいけど、まあいろいろねコメントください。はい、じゃあいきます、せーの、ご注文は、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おう、よいしょー。いやいや、つかさ、わし関係ないやん。なんで、なんでわし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 って流れてるけど、わしの番組じゃないよ。大丈夫？うん。わし目立ちすぎだから、マジで。そうそうそう。はい、もう、そう、チョコ食べてんのよ、これ。これね、そう、もらったの。嘘です、もらってないけどね、まだね。これ自分で買ったけど、まだね。そうそうそう、うん。フライングだけどね。そう、お前チョコ結構好きなんで、うん。個人的にね、溶けるような甘い言葉で教えてやでね。それうん、やっぱチョコにはミルクだよね。あ、そう、これ私物だけど、うん、私物私物、あんま深く突っ込まないで、あんま、あのね、あんま深く突っ込まれたらね、ちょっとね、いろいろね厳しいから、うんうん。ということでね、まあ、はい、お送りしていきたいんです。いや私物ね、いきなり引かれてるけど、うん、引かないで引かないで、うん、大丈夫大丈夫。はい、ということでね、あの早速告知の方からしていきたいと思います。まあ、いつも通りなんですけれども、はい、本日もお昼出てまいりました。じゃじゃん。はい、北参道放送局、お昼のまとめニュース午後一パンダ出てまいりました。はい、これはね、今日はちょっと噛まずに言おうかな。芸能事務所、あー、もう芸能事務所に噛んでる。芸能事務所って言ってた。芸能事務所先生、あー、もう難しいんだよねこれ。センセッションっていう芸能事務所、グラビアアイドルとかを扱ってる事務所が事務所、そうそう、事務所、噛んじゃったけど。はい、がね、お送りしてる番組で、はい、本日も出てきまして、出演してるのが、芸能事務所センセッションの、渋沢伊代さん。で、ソニーミュージックニートプロジェクトの、川田学さん、そしてフリーのピンゲミニ、僕、ミルクプリンが、はい、お送りしております。うん、噛むね。舌がね、長いのか短いのか、うん、わかんないですけど、結構ね、噛んじゃいます。はい。わし、わしわしわし。わしもうね、早い時間から来てたね、今日。うん、見てたよ。まだあの、スタートする前からわしやでって来てたからね。うん、わしちゃん来てるなと思ったけど。はい、ということでね、本日もね、はい、お送りしてきたんですけれども、結構ね、チョコの話題とか出たんで、うん、今日ね、ちょっとあの、バレンタインのお話をね、していきたいと思ってるんですけど、皆さんはバレンタインとか作りますか？手作りで作る人、います？手作りで作る人、うん。結構ね、あの女の子手作りでね、作る子が多いみたいなんですけども、この間なんかあのネットで見てたら、結構ね、あのね、えげつないもの入ってるらしいのよ。あの本命チョコにね、本命のチョコになんかいろいろね、あの女の子がこうおまじないの意味合いでなんかいろいろ入れるみたいで、だからすごい怖いなと思って、うん、すごい怖いじゃんやっぱり。本命のチョコばっかもらうからさ、やっぱすげえ怖いなと思って。結構ね、うん、バレンタイン作りません。わしのよだれ食べたいんやろってダイレクトに来てるけど、そうそう、なんかそのよだれ入れたりとか変な話ね。あとなんか髪の毛をなんかこう細かくあの刻んでなんか入れたりとか、うん、するらしいよ。そう、髪の毛で怖い、髪の毛も怖いけど、なんかあの血をね入れる人がいるらしくて、いやだからそれねやばいんじゃないのと思うんだけど、そうそうそう、血をあの、まあ、切ってはね、あんま表現良くないけど、あの血入れたりとか、あとはなんかその人のことを思ってなんか流した涙を入れたりとか、そうそうそう、なんかね、いろんなね、そうそう、血はやばいよね、うん、うん、いろいろねあるらしいよね。みんなね、なんかあの入れたりとかする、わかんないけどね、どうなんだろう、うん。
でね、結構ね、僕なんか今日の番組とかのコメントでなんかチョコ作るのうまそうみたいな結構そう言われて、まあ、だからね、ワンチャン作ってもいいかななんて思ってるんだけど、うん、欲しい？作ったチョコ手作りで好きなアイドルとかにあげようかな。いやけどね、多分ダメだろうね、事務所的にね。なんかそのあのお昼の番組がちょうどあのそのグラビアアイドルとか扱ってるね、あの事務所がやってる番組なんで、結構ねそこにいろいろ届いてんのよ、荷物が届いてて、でなんかあのチェック済みみたいな手紙とかいろんなのもだからチェック済みみたいな丸みたいな書いてるから、やっぱね事務所の人がねチェックするみたいよ、うん、どうやら。だからさ、あの食べ物とかどうなんだろうね。そうシビアなの、うん、チェック済みね、面白いよね食べ物とかってどうすんだろうね、食べてチェックするのかな、わかんないけど、やっぱ食べないのかな、うん、ちょっとねわかんないけど、やっぱね、だからね、まあ、俺宛にもね、いろいろね、送ってほしいなってね、思って。そうそう、なんかその、アイドルの子とか、なんか風邪とか引いてると、なんか加湿器、送ってきたりとか、いろいろね、するらしいんよ。うんうんうん。厚生労働省がチェックすんので、ここで NG コメントがね、ちょっとわかんないけど、どんな NG かね、わかんないけど、そうそう、加湿器が来たりとか、するらしいから、ね、だからプリンさんもどんどんね、欲しいもの言っていけばって、言ってたから、欲しいもの言っていこうかな、俺も。あ、喉の調子悪いなぁ、喉の調子。したら、言ったらね、多分、ナイトチューブさんに届くのかな、加湿器。プリンさん宛てに、みたいな。多分ね、バレンタインね、いっぱい届くから、多分ね、ショットさんあたりがね、毒味しないといけないのかなって俺思ってんだよね。やっぱ俺宛てにほら、いっぱい届くから、チョコが。なんだやってもね、そう、困らない。あ、サメがね、海外でね、人を襲った。知ってるけど、知ってるけどね、俺も、あ、サメだと思ったけど、うん、今日のね、番組でもあったから、そう、新聞をね、取り上げて読んでるから、そこでね、サメが人を襲った、みたいなね、あった瞬間ね、サメの話かよって、ね、言っちゃったけどね、もうシーンってなったけどね、この番組だったらね、成立するけどね、お昼の番組はね、サメの話しようって人来ないから、そうそうそう、うん。そうなんだよね、サメの話ね。まあ、最終回でね、サメの話しようかなと思ってね、今いろいろ調べてるけど、サメについて。謎にね、うん。ということでね、ちょっとね、みんなにね、いろいろな聞きたいなと思って、俺が作った手作りチョコが欲しいか欲しくないか。やっぱね、これちょっとね、今日聞いておきたいなっていうふうに思ったんで、ちょっとね、アンケートね、取ってもらえたらなっていうふうに思ったんですけど、プリン、手作りチョコ、欲しい、欲しくないみたいなね、感じでちょっとね、アンケート取ってね。そう、アンケートね、久しぶりにね、取ってみようかなと思って、やっぱみんなのね、意見をね、そうそうそう。欲しくないわ、わしってあるけど。わしは欲しくないの？あんなに早くから来場してんのに。結構ね、欲しいかなと思ったけど。うん。あー、チョコはあげるもんやで、わしってね。多分、わしちゃんからね、おそらくね、送られてくるんだろうね。チョコね、手作りのね。うん。楽しみにしてるけど。うん。そうそうそう。ギリ。ギリだった。いや、ギリじゃないでしょ。うん。あ、ディズニーの回見てたの？まだ余ってる。あ、チケット？チケット何？行きたいの？いや、行きたいだったら別にいいけどさ。行く？うん。じゃあ LINE してよ、LINE。なんか男の人からね、一人しか LINE 来なかったからね。よくわかんないんだけどね。男の人どうしたいのかね。あー、そうか、JK だ！わっしゃ、JK だわ！ JK だったら、わっしゃ、ワンちゃんもう俺、超えちゃうの？これ捕まっちゃう可能性あるから。うん。それはもうちょっと、やっぱわっしゃのもうちょっと大人になってから、になるのかな。うん。はい！どんな感じですか。あ、なんかこんな、なんか微妙っすね。あ、けど欲しい 40% で、欲しくないが 60%。 あ、けど欲しくないんだ。なるほどね。いやー、欲しいっつったらね、プレゼント企画にしようかなと思ってるけどやっぱね、手作りはね、なかなかね、あれだけど。じゃあちょっと待って、じゃあ質問変えよう。じゃあ、手作りチョコ俺が作って、そのチョコの中にじゃあ1万円を入れてたらどう。チョコの中に1枚入れてる手作りチョコ、これ欲しいか欲しくないか、これちょっとお願いします。これアンケートで、うん、みんなね現金だからね、どうなんだろう。うん、やっぱ1万円でなると欲しいのかな、中に入ってたら。チョコの中だよ、チョコの中に。そう、まあ具としてね。うん、ぎくりってあるけど、やっぱ痛いとこ疲れた。うん、これでね、逆転するのがどうなのかなっていうね。うん。のちょっと気になったんで、ちょっとやってみようかなと思ったんですけど。うん。そこ押したで。グッてってあるけどね。そうそうそう。うん。どうなんだろう。
まあ、結構さ、なんかね、夜の人とかってさ、誕生日プレゼントとか言ってさ、なんか1万円にさ、なんかいろいろさ、コメント書いてさ、渡したりとかさ、してるの結構見るからね。うん。まあ、どうなんだろうと思って。そしたらもらってくれるかな、好きなアイドルの子も。1万円入ってたらもらってくれるかな、手作りチョコ。はい。どうですか。はい。いやいや、やっぱお前らやばい、やっぱりか。やっぱりね、そんなもんだよね、世の中。ちょっと悲しくなったけど。マジで、100%。60% のやつ願いったね。やっぱ1万入ってたら。やっぱそんなもんか。あー、なるほどね。やっぱね、世の中ね、そんな、やっぱ世の中そんな感じだわ。ほんとに。何何わし入りチョコは欲しいか、アンケートしてが欲しいってあるんですけど。わしちゃんのチョコが欲しいか、何これアンケート取って、どうすんのけど、欲しいとこがいっぱいいたら送ってくれるの俺宛てに。うん、ちょっとわかんないけど、やってみます。じゃあ、せっかくなんで。わしちゃんのチョコは、欲しいわし、欲しくないわしで。じゃあ、ちょっとお願いします。やってみましょう。やろうやろうやろう。わしちゃん番組やれば。JK って、あ、そうか、JK この時間無理か。この時間はね、無理かもしんないけど。まあ、夕方あったらできるでしょ。だって、わしちゃんめっちゃコメントね、するから、それ拾うわ。うん。けど、本当にね、JK なのかね。うん。いや、そう、おっさんだったらどうしよう。俺ね、ちょっと結構ね、わっしゃん、ほら、JK って言うから、こう、JK のほら、イメージでさ、楽しくさ、今、ね、コメント拾って会話してるけど、うん。おっさんだったらどうしよう、ほんとに。おっさんが、私、JK やでわしとか書いてたら、もう最悪やな、もうね。なんでもありやからね。うんうん。さあ、どうなんでしょう。欲しいわし、欲しくないわしってあるけどね。ショッツの手作りチョコ欲しいってありますけどね。ショッツさんの。ショッツさんのね、うん、手作りチョコ、うん、おっさんやったら番組見ないだろわしで。まあおっさんやったらね、うん、そうだね、なかなかね。何わし写メ送ろうか。わしたなに写メ送ってくれんの。わしちゃん LINE 宛てにね。何公開していいのわかんないけど、はい、お願いします。どんな感じでしょうか。わしちゃん欲しいわし 83.4%、 欲しくないわし 16.6% ってことでね。いや、みんなやっぱ欲しいよね、わしちゃんのチョコ。うん、ぜひね、欲しいんでね、まあ、よかったら、わしちゃん、ナイトチューブさん宛てに送っていただいて、はい。まあ、一応ね、チェックしてもらわないとね、やっぱね、ちょっとね、また怖いんで、おっさんのね、チョコだったら怖いから、やっぱそこは、ショットさんにね、責任持って、味見していただいて、毒味ね、していただいてね、うん、もしかしたら、ショッツにお任せがね、放送できなくなる可能性もありますけどね、それ以来、そしたら、わしちゃんのチョコのせいだとね、思っていただいてね、という感じで、うん。100% おっさん、まあ、おっさんの可能性あるよね。うん、まあ、何入れるか怖いからね、なかなかね、やっぱ手作りは、うん、怖いけどね。ありがとう皆さん、好きやでわしってあるけどね、うん、まあ、わしちゃんがね、可愛い JK であることを、はい、まあ、祈りまして、まあ、ちょっとね、僕期待して、LINE 待ってるんで、よかったら、はい、写メ送ってください。はい、Twitter で実はフォローしたでわしって何何フォローしてくれてんの？ツイッター。ありがとうございます。まあ、ツイッターもね、やってるんで、うん、ありがとうございます。あとね、ホームページもやってますし、今ね、まあ、YouTube の方も今、まあ、ちょっとまだ準備中なんですけど、ウームネットワークっていうね、YouTube の、なんだろう、芸能事務所みたいなのがあるんですけど、まあ、そちらの方に入りまして、まあ、今度からのセミナーがあったりとか、まあ、いろいろ、はい、あって、そうなんですよね、ちょっとね、YouTube の方も、まあ、おそらく3月ぐらいまでは準備期間になって、そうですね、準備期間になって、まあ、4月ぐらいから本格的にね、動画を上げていこうと思ってます。で、ミルクプリンで検索したらホームページ出る。多分ブログとかに飛べると思うんで、アメブロあたりにホームページの、リンク貼ってるんで、はい。まあ、よかったら、あとはもうこの下にもホームページ書いてるんで、はい。まあ、よかったら、はい。うん、ホームページあるんよ。今までのこのゴチプリの動画も、全部貼ってるし、なんだろう、あとはゴゴイチパンダ。とかの動画も貼ってるし、あとはゲストに呼んでもらった番組の動画も貼って見やすい感じになってるんで、はい。あ、パソコンユーザーやねん、わしって。ああ、ありがとうございます。パソコンの方が嬉しいですね。パソコン、結構パソコン用に作ってあるんで、パソコンの方がね、結構綺麗に見れるんで、うん、一応スマホでも見れるんですけど、うん、パソコンの方が見やすいんで、もしよかったら、
はい、パソコンで見てみてください。じゃあね、半分いったみたいなんで CM 行きたいと思います。じゃあ CM どうぞ。上京して1ヶ月、ホスト未経験、入店1ヶ月目の俺がナンバーワン、金も女も全てを手に入れる。これからこの歌舞伎町で一番のホストマリル。携帯、スーツ、住居、全て完備。 BS グループ。はい、なになに、この人かっこいいな、ワシタイプってあるけど、何俺のこと。いやいや、照れるな、ワシちゃん、ほんとにねえ、好きだね、ほんとに。なになに、後半はサメの話がいよいよってあるけど、サメの話はまだ今日はしません。まあね、最後に、まあ最終回がね、まあ一番、まあ2月の最後に最終回あるんで、まあそこでね、まあよかったらサメの話しようかなと思ってるけど、けどそうやってね、サメの話多分しようと思ったらサメの話のやつ来ないんじゃないのかなと思って、逆に、うん、来なかったらね、面白くないしね。うん、いや、やめちゃうっていうか、ちょっとね、まあ、休業という形で、まあ、一旦この番組は2月いっぱいで、ちょっと、まあ、一旦やめさせていただいて、まあ、うん。まあ、理由としては、その YouTube を、結構本格的にやるために今、準備してまして、まあ、秋葉で物件、まあ、探してて、まあ、もうそろそろ決まりそうな段階なんですけど、そう、あとは、そこにね、機材やらいろいろ入れ込んで、そう、準備したりとか、あとはいろいろ今、YouTube 関係のセミナーだったりとか、あとは、まあ、このセミナー動画だったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そういうのをね、今、弟の方とちょっと勉強しながら、ちょっとね、今後、そうそう、プリン YouTuber ってことでね、プリンチューバーってことで、そう、動画をね、上げていこうとね、思ってるんで、で、まあ一応メインチャンネルでは、結構秋葉系の話題を取り扱っていこうかなと思ってて、まあ秋葉でロケやったりとか、あとオタクの人にインタビューしたりとか、あとはいろんな人の板部屋を紹介したりとか、あとはフィギュア系とか、まあ、結構オタクにまつわるような、はい、ものをね、やっていって、で、サブチャンネルの方では、ほんと一般的なことをね、していこうかなと。まあ、いろんな、まあ、皆さんがやってるのは商品紹介だったりとか、UFO キャッチャーの動画だったりとか、あとはお笑い関係の動画とか、まあ、個人的な動画はサブチャンネルに上げて、メインチャンネルの方はちょっとね、弟と一緒に、うん、やろうかなと思ってます。弟は痩せてるの。弟はね、ね、筋トレバカでね、そうそう、まあ、うん、ガタイ結構いいんだけど、まあ、全然太ってはいなくて、でね、背もね、全然俺より高いから、そうそうそう、うん、なんかね、石川遼に似てる、すごく、うん、よく言われるのが、石川遼に似てるようなね、そう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 、うん、っていう感じなのよ。そんな、まあ、一応2人でね、チャンネルやっていくから、メインでは2人のチャンネルで、まあ、一応俺個人的な動画は、そう、サブチャンネルでね、上げていかないと、そう、弟に怒られるからね。くだらん動画上げてんなよってね、言われちゃうからね。うん、そう、弟も結構ね、うん。そう、石川ね、寮にね、そう、昔からにしてね、そう、結構ね、そう、言われたのよ。うん、言われてるのよ。うん。踊ってみたあげてよって、いやいや、踊ってみたはいいわ、だって。俺の踊ってみた見たいの。なしも紹介するなしで、誰やねん。なんか変なの来たけど。うんうん。そうそうそう。でね、ちょっと後半は、ね、バレンタインに、の思い出みたいなね、話をね、うん、していこうかなって、そう、思ってるんですよ。うん。でね、バレンタインね、結構ね、甘酸っぱいような、うん、思い出がね、あるんですけど、まあ、学生の頃だと、やっぱさ、バレンタインチョコさ、欲しいじゃん。だから、結構最後まで、教室に残ったりとか、うん。してて、そうそうそう、部活とか始まるのに、そう、教室に残ってて、みんなにお前帰んないのとか言ったら、いやー、ちょっと俺、まだいいわ、みたいな言いながらね、そう、教室で夜になるまで、そう、一人ね、チョコ待ってたりとかね、したんよね。うん。リスナーの人で、男の子でも、あ、男の子は、じゃあ、なんだろう、こういうね、チョコ待ってたエピソードあるよとか、まあ、チョコにまつわるエピソードとか、あと、まあ、女の子は、
こういう感じで渡せなかったとか、逆に何かこういう渡し方とかしたとか、なんかね、そう、そういうね、うん、コメントがあればね、ぜひコメントしてください。うん。そう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 。うん。あとはね、なんだろう、バレンタインの次の日が学校だったら、そう、教室に入って、席座るやん。そしたらさ、机の中に入ってんじゃねえのかな、みたいな。付け根が入ってんじゃないのかなみたいな、こう恐る恐るね、こう手入れたりとかしない、しない、男の子、学生の子とかいたら、うんうん、しない、しないかな、うん俺結構ねしてたんだよね、こうやってね、入ってないかなーって、ね、まあ、ついチェックしたよね、ラブレター入ってないかなみたいな。いや、なんか一回あったのが、下駄箱にそう、ね、チョコがね入ってたんだけど、それがなんか、うん、そう入ってたことあるんよ、あるんだけど、これが普通のチョコじゃなくて、なんかさ、ファミリーパックみたいなさ、チョコあるじゃん、さ、なんか音符とか書いてるやつ、ね、キューブ型のやつがさ、こうね、透明なフィルムにさ、こう ね、 そう ねじってあるやつ、そうそうそう、あれがアホみたいに入ったことあるのよ、下駄箱に。で、高校の頃さ、ほら、ね、登校するやん、で、ね、靴と上履きね、履き替えようと思ってさ、バッて開けたらさ、ブワーって出てきてさ、で、後輩の女の子とかさ、めっちゃ見られてさ、超笑われてさ、そうそうそう、うん、その話詳しくわしに教えてんだね、詳しく聞きたいの、うん、そうそう、バーッと落ちてきて、そう、で、それでなんか、手紙が入ってたんよ、ラブレターみたいなのが入ってて、でさ、おお、マジかよと思って、まあ、とりあえずこう入れるやん、でさ、後からさ、トイレとかでさ、こそって見てさ、したらなんかさ、ほら、放課後さ、なんか、ジェラシー感じてくれる子がいるの、ジェラシー感じてくれてる子いるけど、うん、そうそうそう、で、あ、なんか屋上来てみたいなね、こと書いてて、で、放課後さ、じゃあ友達がさ、みんな帰ろうぜって言ったらさ、あー、ちょっと俺今日用事あるからみたいな感じで言ってさ、屋上行ったらさ、みんないたっていうね、友達がね、みんないたっていうね、ことも、うん、あったけど、うん、プリンは初めて付き合ったのに、ちょっと僕高2っすね、初めてそう彼女ができたのは、うん、まあそれでね、まあ家呼んでね、まあいろいろね、まあ事件やらね、いろいろね、あったんだけどね、ちょっとね、それはまた今度話そうかな、うん、あんまりね、そうそうそう、まあ結構ね、いろいろあったんよ、いやいやいや、いいよいいわいいわいいわ、結構いいわ、また今度話すわあんまりね、そうそう、今日はチョコの話だから、今日チョコの話、うん、でね、俺ね、なんだろう、やっぱさ、好きな子からさ、チョコレート欲しいじゃん、うん、でね、今、アイドルカフェ通ってるんだけど、まあ、この間も話したけど、そう、うん、わし落ちます。いや、わしはあともうちょいだから、わしあともうちょいだから、もうちょっと言ってよ。うん、うん。もうちょっと言ってよ。うん。で、その子から、どうすればチョコレートもらえるかなと思って。そうそうそう、いろいろ考えてみたんだけど、ほら、バレンタインはさ、俺も仕事があるし、うん、なかなかね、どうやってもらえばいいのかなと思って、考えて、俺ね、もらえる作戦考えついたの。うん、俺天才だと思うんだけど、うん。ね、確実にね、その子からね、チョコをね、ね、こうやってね、はいっつってね、もらうね、作戦思いついたのよ。聞きたいっしょ。うん。聞きたいっしょ、みんな。聞きたいっしょ。これね、すごいよ、俺。思いついちゃったんよ。絶対もらえるから、これ。うん。まぁ、ちょっとね、切なさはね、感じるんだけど、まぁ、どういう作戦かというと、うん、まず、行くやん。チョコ持って行くやん。チョコね。チョコはさ、自分で買ってもいいのよ。もらったものでもいいから。まずチョコ準備します。で、このチョコを持って、その好きな子のところに行きます。でね、まあ、例えばアイドルカフェだったらじゃあアイドルカフェ行きます。うん。で、話すじゃん。いろいろね。普通にね。で、話してお会計終わるじゃん。したらすね、このチョコをさ、置いていこう。テーブルに。この、持ってきたさ、チョコ置いていこう。うん。で、置いてってさ、こうやって帰るやん。そしたらさ、あ、プリンさん、プリンさんみたいな絶対になるから、あ、チョコ、はいみたいな。だからね。もらえるよね、これね。うん。これいい作戦なんじゃないかなと思って、これどう？これ絶対好きな子にもらえるじゃん、チョコ。うん。ちょっとコメント止まったけど。コメント止まったけど、どうよ、これ。確実にもらえるよ。好きな子から確実に、ざわついてるけど。ざわざわ言ってるけどね。うん。いや、怖い。怖いけどね。いや、わし寝るな。ごめん、寝るな。うん。なんでおこなの？なんでおこないやつがいんの？怒る意味はなくない？別に。怒る筋合いはなくない？うん。うん。いやいや、これ確実にもらえるじゃん。チョコね。チョコ確実にもらえるじゃん。
もういいじゃん、それでも。もう自分がさ、忘れて置いてったチョコでもさ、もう俺はもらえればさ、もういいじゃん、もらえたって事実になるわけだからさ。ごめん、聞いてなかったからもう一回、いや、もう無理無理無理。この空気はね、そう、うん、無理だけど、うん。わっしゃんぶち切れてるけど、うん。じゃあ、いや、逆になんかあるの？あの、こうしたら絶対もらえるよ、みたいな。うん。作戦ある？うん。まあ、ちなみに、かわいいな、そのなんか絵文字みたいな。ペシって。ね、なんか、確実にもらえるね、作戦とかあればさ、やってみたいけどさ、一応そこの、アイドルカフェでは、その日出勤してる女の子の、なんかチョコとかを買えるらしい。やっぱね、金かよ、世の中。ほんと金あるよ、世の中ね。うん、買えるらしいのよね。うん、だからもう買いに行きたいんだけど、買いに行けないよね。仕事だから。うん、まあけど、結果でもらっても、多分食べれないと思うのね、結局。うん、俺多分飾っちゃうタイプだから。うん。絶対飾っちゃう。うん、そう、買うのよ。売るらしいのよ。うん、なんか購入できます、みたいな。くれるわけじゃないんだ、みたいなね。うん。買うの怖いよ。怖いよね。世の中そんなもんなんだよ、やっぱ結局。うん、だからね、うん、まあ、怖いなと思うけど、その買うことすらできないけどね、その日行けないから。うん、すごい商売だよね。だけど、まあ、うまいなと思って。だって買いたいもん、俺、絶対。絶対買いたいよ、手作りのものあったら。うん、やっぱね、なんか、ね、好きな子が作った手作りってやっぱいいじゃん。うん。ね。まあ、だけどね、俺は多分ね、結果ね、チョコもらえなくても、俺、ホワイトで返すタイプだから。うん、もうね。向こうからしたらどうなんだろうね。女の子からしたらどうなの？あ、こいつバレンタインあげてるのにホワイトデー返してきたみたいな。それどうなの？それ嬉しいのかな？うん。マジか。それはびっくりするわってあるけど。嬉しいのかな？嬉しくないのかな？うん。この間もコメントあったけどさ、なんかいろいろ捨てるみたいな。やっぱ捨てられるのかな？けどほら、なんかさ、この間の放送でぬいぐるみあげてるって言ったじゃん。ホテルさんのね。違う、あれは、その子が好きだからあげてんのよ。ホテルさんのぬいぐるみが、そうそう。好きだから。うんうん。捨てないよ、わしって。わしちゃんはね、捨てないみたいだけど。怖いわ、って。うん。そう、もらえるんだったら嬉しいのかな、わかんないけどね。うん。けどやっぱ聞いた、あれさ、結局やっぱ現金でしょ。うん。もうみんなわかったもん、今日のチョコのくだりで。うん。だってね、現金入りのチョコは欲しいんでしょ、みんな。1枚したら 100% 欲しいんだったからね。100% なんてすごいよね、みんな。一人ぐらいさ、いらないってしてほしかったわ、逆に。うん。あ、もう30秒前。うん、今日も早かったけれども。はい、ね、まあ2月中でちょっとね、番組終わっちゃうんですけど、まあその後はね、YouTube もやりますし、まあ YouTube の方ね、落ち着いてきたら、また戻ってくると思ってるので、はい、で2月中はね、まだ放送やってるんで、はい、よかったらね、はい、見てください。はい、じゃあわしちゃん、写メ付きの、あれ待ってるんで、お願いしまーす。はい、じゃあまた来週もね、はい、ぜひ見てください。あとはお昼の午後1パンダもよろしくお願いします。じゃあまたねー。ぶつかる感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにされ、何回目の錯覚が笑っていたろう、さっきまで伝え込んだため、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Hey yo, everybody! この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイト2、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック。そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ Go! チャンネル登録チェックイット。